そのこのね、この春あの青山さん来られて、でまあ私になんかまた信州で喋ってくれっていうことで、まあこの如来全身をやることにしたのね。それで一生懸命それから以後如来全身の巻を読んでみて、それでね、あのそれでできた詩がこれなんですよ。ちょっと一番最後のところのあれ、はい、見てください。秋晴れって、これはまあ私がだからあのこの如来の全身の巻を読んだのでできた詩ですね。秋晴れ、御命を拝む御命、何から何まで御命、御命の高気圧圏内、透き通った御命の光線、しみじみ深まる御命の秋晴れ、こんな日も出てくる、生きていてよかった。これね、あれなんですね、大体ね、我々だから今言ったようにの如来全身をすでに生きてんですよ。それだけが大切なところだ。それところがその如来全身は生きてる、御命は生きていながらですね、しかしみんないつでもその御命を忘れてるじゃない。ところがこの御命こそね、命あってのものだねって言うと何しろ根本的な御命ね、これを忘れちゃダメだ。それで、それをね、なんとかその、いい生活がしたいって、そんな程度のこと考えてちゃ困るのね。もっと根本的に我々その本当に素晴らしい御命をまず生きてんだ、その御命を本当に大切に、これこそ尊いものとして御命を拝まなくちゃいけないんだって、ここが大切だ。それでね、そのしかしながらその今言ったようにこれ御命ってこういうもんだなってこう分かるね、分かるのもこれ御命ですね。そしてそれじゃあそのそういう御命って分かるって言いながら、その分かるっていうのも御命なんだから、これまた御命を拝むって言ってもね、もうこれも御命なんだ。このあれですね、普通宗教っていうとね、あの神様を信じなさいって言うじゃん。これ信じなさいって言ってね、信じたからあるような神様っていうのは、こんなのはダメなんだよ。だから信じてから、信じるからあるような仏さんっていうのは、こんなのも仏じゃないんだ。そうじゃない、信じようが信じまいが、拝もうが拝むまいが、それがもう事実、もう神様、あ仏さんの御命に生きてる、そういう御命を拝まなくちゃいけない。要するに拝んだからありがたいって言うんだから、拝まなくてもありがたい拝んでも拝まなくても、そういう御命を拝まなくちゃいけない。だからね、何から何まで御命だ、もう御命を拝む御命、そして、ね、だから何から何まで御命、御命ならざるものはないんです。でこうなってくると御命の気圧がこうあの高くなってくるねその、いや私ね、 いつでも雲とか、空とかばっかり例にとって話してるからね、あの混乱しないでください。今のこれはこの雲はね、御命の雲ですよ。今の話は御命っていうのは気圧の話になってくるよ。そして御命が低くなってくるとね、思いの雲が湧いてくる。この場合、だからこの場合の雲はあのその大切な雲だね。ところが今あの思いの雲が湧いてくるって方はもうあの
いわば悪役としての雲だね。その辺間違わないように聞いてくださいよ。今御命がね拝むという時に御命やの気圧が高くなってくる。そうしてくると御命の気圧が高くなってくるとくだらないその、思いっていう思いの雲は湧いてこなくなるんだよ。これ面白いね。それでその結局我々っていうのはねこうやって生きてるのこれお天気みたいなもんだから。そしてそうすると御命の高気圧圏内に入るわけだ。それで透き通った御命の光線しみじみ深まる御命の秋晴れってね、こんな日も出てくる、生きていてよかった。私ねよく病気する。で病気して寝込んだ挙句にこう綺麗なねその他で生きててよかったって思うことないけど、天気のいいコースかーっとねそのお師匠のあの綺麗なね光線に受けた時にああ生きててよかったって病気のあげくにいつもそう思うけどね。このことに秋晴れってないんだよね。で結局ね我々もう、根本的に言ってね誰でも彼でも御命を生きた。それでその御命を本当に拝む。それで御命の高気圧圏内のねこれ入ってくるとそうすると憂いの雲はこう消えちゃうんだよ。でせっかく生まれてきてねそれでなんだかんだってつまらないことをくよくよくよくしてその思いの雲でもって一生悩んだり苦しんだりね、の金のために使われてあっち駆けずり回りこっち駆けずり回りってそれだけでもって終わってって、これだけじゃつまらない。そうでないこの本当に御命をね拝む。そしてそうなってくると御命の秋晴れが出てくる。そうするとああ生きててよかったっていうことも出てくるわけです。秋晴れの日がこれが大切なんだね。それで、要するに今の時代ね、なぜか私がこれここでもってこの如来全身の巻をね、やりたいと思ったかというと、今の時代あんまりにもね我々生きていながら一番何を大事にしなきゃなんないかってあんまり見失いすぎてると思うんですね。それでいやあれだったね、戦争中貧乏って貧しかったでしょ。でこれだからもうその人間が荒れ果てていたんだよ。なち言っても食足りて礼節を知るってね言ってたわけだ。ところが今食は足りて今度もう余ってんの。礼節だけはいよいよダメになっちゃった。これ一体どういうことだ。その食足りていよいよ礼節去るっていうねいう時代。これはなぜかっていうと本当に大事にするものを知らないから。本当に大事にしなきゃなんないものは何かってね、それ一昔前まではまあ西洋だったらキリスト教の神様、東洋だったら仏教の仏さんって言って決まってたわけだ。ところがこれ今地球がもう一つになってくるとね、そういう宗派的なその神様や仏さんじゃもうつまんなくなるわけだね。つまんないってことはよくわかる。いやテレビで見てると昨日もやってたね、甲賀の流域のところに住んでるチベット族っていうのね、あれ大きなお寺のところにこうみんな信心深くってこうシャクトリムシみたいにねでこうやって礼拝しながら回ってるっていう、あれもう本当にね経験なる姿ですよ。だけれど
今の、あの日本人にはちょっとあれはできないもんね。でそういうあのああいうその昔から決まった形の宗教仏教っていうんじゃ我々とてもあの満足できない、そんなことバカらしくてできない。しかしそれにもかかわらずだ、それじゃあ御命を生きていないことはないんだよ。結局ね、もっと根本的に言ってね、これはキリスト教の人もそう、キリスト教か仏教って分かれる以前のもっと根本的に我々事実夜中も生きしながらみんな生きてるじゃないか。これだけ一つ考えただけでもね、これ御命生きてるんだ。それでその御命を拝むっていう時代がどうしても来たらせなきゃダメなんだね。いや私がどうしてそいつをね言いたいかっていうと、今の時代その一番大切にすべきことを見失ってると子供一つ育てられる。見てみろ今の子供たちね、荒れ果ててじゃない。俺子供ってやつはね、この今年のその私の正月の年賀状に書いたんだけど、まだ欲望の制御も知らない、言葉も通じない子供を育てるのに物を与えればいいのではない、言葉で言って済むのでもない、本当子供の本当の心を育てるのはただ愛の祈りの雰囲気であり、命を拝む環境でなければならない、そういう詩作ったんだけどね。そのいやこれ私の詩みんなね、あのいい詩じゃない、いや私一人が感心で、でも本当にそうだと思う。いや本当にね、子供ってね、あの子供はね物を与えてね、これあの滋賀県のね教育あれの教育大学の先生に聞いたんだけど、滋賀県でね非行少年のねあの、あれをね補導された人たちの子供のね親の職業をこうあの調べてみたらね、教師のねあの教師が一番多かったんです飲み屋や水商売の人よりもよっぽど上回って教師の、 あの子供が一番多いんだ。というのは なぜかっていうとね、教師っていうのはあの大体あの職場結婚っていうかね、先生同士結婚することが多いらしいんですね。それでしかもあの教育人材確保法案とかなんとか言うんでね、田中角栄さんがねその教師の小中学校の教師の給料をうんと多くしたわけです。こうするとねその小中学校のあの教師の夫婦共稼ぎだったらまたあの莫大なあの収入になるじゃない2倍だからそれで結局あのしかもうちじゃ鍵っ子になるわけだね。そうするとあのお金はたっぷりあるんだから、まあ、子供に物をやるわけだ。それでお金たくさんやってでしょ、それであの欲望のブレーキのかからない子ができちゃうんだね。それで非行少年が多くなるって、まあこういう推理をしたのは私だけだでしかしそうだろうと思うんだ。それでね、欲望の制御も知らない、で言葉も通じない子供を育てるのにってね、言葉もあのこうしちゃいけないよってね、あのお金やっと あげとくけど、あのお前は貯金してねそれであの使っちゃいけないよって言ったって、そんなことは通用しないもの、言葉は通用しない。で子供をあの物を与えればいいのでない、言葉で言って済むものでもない、で子供の本当の心を育てる、これリンゴでも梨でも芯があるじゃない、この芯が大切だ、この芯を育てるのはね結局愛の祈りの雰囲気である、命を拝む環境でなくちゃ、ほら要するに家庭がね、要するに
御命を拝むっていうこう雰囲気ですね。で今の時代そういう雰囲気はどっこにもないもんで、私はこれ何としてもその次の世代を担うべき子供がもう今の時代じゃ健全に全く育たない、そういう何を一番 大事にしなきゃならないかっていう価値観がないんだから、親たちそのもののそのいわばその人生運転のねハンドルがグラグラなんだ、俺どっか行っちゃう、その何て言ってもね今の時代こうスピードだけアクセル、っていうとこう動力だけはねまあ猛烈にかかってんだからスピードアップしてる、それに対してハンドルグラグラなんで、しかもブレーキがかからないんだってそれじゃあもう転覆するのに間違いない。でこれ本当にあれするのは御命を拝む御命、これが大切だ。それで結局ね決定的な価値観、この価値観の問題ですね、これはご本尊さんの問題だ。それでその何としても本当にね今までの仏教キリスト教の形じゃもうこれはどうせこれからの時代は通用しないと思う。しかしそんなね仏教やキリスト教っていうねそんな古い衣をかぶったもんじゃダメだ、そうでない我々自身の生命実物をじっとこう見つめるってことがまず大切だ。そうするとまず御命だ、御命、如来全身は生きてる、この御命をどこまでも拝む、そしてその御命の気圧が高くならなきゃね子供一つも育てられない。それが言いたいんでね、まあ、この巻をね道元禅師のこの文章また綺麗だもん、法華経も綺麗だけど道元禅師の文章は綺麗なんでね、それでこの道元禅師の、あれを味わいながらねよく読みたいんですね。でこの中にすで、に如来全身あり、共感これ全身ない、しかあれば脈節脈読脈上脈所等これ如来全身なり、だから何の在在所所ね我々拝むつもりで御命を拝むつもりでそれで行動しなくちゃ。で一切の気候を要楽障害同伴自学果樹を持て供養苦行尊重三端すべし、これまあ花ですね、花を備える香楽要楽、それから要楽っていうのはこの方にはねえですねそれから障害っていうのは要楽っていうのはこうぶら下がってるやつね、お寺の中にこうよくぶら下がってるやつでしょ、ここじゃないけど障害っていうのはいわゆるこう傘だ、チベットのテレビでもやってたね、チベットの坊さんがこういうのを愛してると今度は後ろからこう傘さしてあんなの障害銅板、銅っていうのは上り、だから番は旗、義学、果樹を持て、供養供養、尊重三端すべし。いや、これ本当にね、何をもってでも、その、御命を証言しなくちゃいけない。いや、私今、清水さんとこ置いてもらって、毎日こう、広いね、田んぼ道ね、空見ながら歩いてるわけだけど、田んぼ道ばっかり歩いてる。そのだけど信州っていうのは日がきれいだからね、お日さんがきれいだから、その花の色がとってもきれいなのね。それでまあこの青山先生でも
花が好きでしょ。あ、清水さんも花が好き。ほら、信州に生まれて信州に生きてたら花が好きになる。花が綺麗だわ。その都会地みたいな、あの梅園で薄呼ばれたようなじゃないからね。だけどこう田んぼ道歩いててね、お百姓さんがあのあぜ道をこう綺麗にね草を刈ってる。ところがその中にあのその綺麗な花の咲くやつはねちゃんと残してね、それで刈ってあるのを見てね、あ、これがねあの生け花のあの原点なんだなって私つくづくこの、そのあれですね、老い命をそのまんま老い命あの荘厳するために愛してるのね。それでそのそういうそのあ田んぼ道のねあぜ道にのちょっと刈り残されたその美しい花っていうのね、展覧会で飾られたあのその花の展覧会ね、あれした花とちょっともうわけが違うね。これ本当にあの、うん、生命老い命に老い命を供養してるっていう感じですね。そういう花、これまあいや青山先生も そんなつもりでいつもこう花いけるらしいんだね。それでまあ花に限らず、その洋楽草害銅板疑惑が果樹、これ本当にあのテレビ見てるとまた本当に面白いね。あのその昨日も見てたチベットのね、チベットじゃないあの青海省のチベット族のこのあれ、それこそいろんなゴテ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 あの旗やのぼりやね、いろんなもので飾ってあれしてるけどね、そのあれしてみると人間ってのは遊ぶのが好きなんだなと思うね。そのつまりなんだかんだってこう、そういう、あれチベット族なんてそんなに裕福じゃないんだろうけど、それをこうなんとか工面して、そしてああいう立派なその荘厳道具作ってやってるんですね。しかしながらそれがチベット族の場合、あのまあキリスト教でもそうだけれど、一昔前はみんな神のため仏のためっていう、そこでこうあの集中してたわけです。ところが今のはそうでなし、我欲のためっていうんだから、ね、これが違うんだ。でその我欲のために働くんじゃなくて御命のために働くっていう、これ一昔前だったらああいうチベットのね、ああいうのをこう仏さんを絵描いたりなんかするんでも、これ仏さんに捧げるっていうつもりでやってるわけだ。ところが今の人間はあんなバカなことはしないと思ってる。それで何のためって、俺のためって言って俺の我欲ばっかりのためやってる。そうでない、本当に御命のために遊ぶんでも御命のためには遊ばなくちゃね。いや私はその遊ぶんでもね、金のかかることは遊ばないで、折り紙じゃ折り紙じゃなく話は簡単だもん。紙さあれ、色紙さあれ、それでもってこのものはコマ作って、それでこれペッと回してこの折り紙ごまで持って一人で楽しんでる。これ安上がりでいい。で遊ぶっていうと遊ぶために働かなくちゃね。だから私そういうのはしない、金のかからない遊びばっかりやってる。空見て歩くっていうのもこれ金かからない。それで雲っていうのを楽しんでる、これも金かかる。私のやってるのは何から何まで金がかかる。で私みたいなやつばっかりいたら商売は成り立たない。しかしまあせっかくみんなその遊び心があってやるんだったら、これをあのその老い命のために老い命を働くっていうね、それがなくちゃいけないんです。だからあるいは天下天候天相外等なり、これはまあ天のもので、
みんなこれ実相ないって、何もかもね、何がしちゃいけないとか何しなくちゃいけないっていうんじゃないんだ。我々のやってるもの、 何から何まで多い命なの。この何から何まで多い命って、だから何、その何から何まで多い命を、何から何まで多い命のために働かす。この時に多い命が、気圧が高くなってくるわけですね。それで、あるいは人中、上下上行、妙へ妙伏なんて、この上下上行の上とか、妙へ妙伏の妙っていうのはね、まあ、最上の上っていうことだ。まあ、少なくとも最高のっていうね、つもりで、みんなそれ、この御命のために捧げるっていう。だから、キリスト教でもそうなんですよ。あの、パウロの言葉にあるね、されば飲むにも食らうにも、何事をなすにも神の栄光の現れるようにせよという言葉がある。要するに、その飲んだり食ったりね、それから何をするんでも神様の栄光が現れるように働かなくちゃいけないという、パウロの言葉に、あれロマ書だったか、うん、あのあれにロマ書だったかと思うね、書いてある。だからそれと同じように、もう天道教訓にも、一教僧を念じて法王施設を建てろ、ナッパ一本でも、これナッパ一本取り扱うのに、もう大伽藍法王施設を建てる、そういうつもりでナッパ一本も取り扱わなきゃいけない、こういうことね。でこれ何から何まで多い命っていうつもりになってみるとね、この世の中はね、それこそ本当に荘厳なる世界、それをね、みんな今の時代全く知らないで、あれですね、本当の大切な宝を捨てて、そしてそのゴミためみたいな、あのものばっかり集めてやってるわけ。そういうのをバカっていうね。で、いや、何から何までこれら皆実相なり、供養供養これ実相なり、命を、御命を拝む御命も実相、人をすべし、これがね、そのさっきも言ったように、そのシャリ塔を建てるってね、このシャリ塔っていうけれど実相だ、その生命の実物を生きるから、お命を生きるから、お命を働く、これが塔を建てる。でその時にまた車輪を用いることを用いざる、知りぬ教官はこれ如来車輪なり、いや何もね、そのガラス玉みたいなね、ちっちゃなあれは祭らなくてもいいっちゅうんだ、そうでない、何から何まで我々如来シャリを生きてるんだから、如来全身なりということを、まさしく仏教の禁言、これを検問するより過ぎたる大功徳あるべからず。このね、まさしく仏教の禁言、これを検問する大功徳、2が飛んでるんです。いや取り間違い、閉じ間違い、これとこれ閉じ間違い、2が後に来てる、2が後に、15条って書いてある、15条の裏で、これを見たり聞いたりしてもね、見ると見られる、聞くと聞かれるとって、別れる以前の生命実物だ。これとにかく我々こうして生きてるっていう時が、これがあのもう、如来の禁言を事実検問してるんですよ。でそれで大功徳あるべから、急ぎて功を積み徳を重ねめし、それからその次、このまたあの法華経の原文に戻って、あの
もし人ありてこの塔を見ることを得礼拝供養せばまさに知るべし、これらは皆あのくたら山岳三菩提に近づけるなり。それでだから今ですね、我々が事実、生命実物を生きてるんだから、生命実物としてね、この御命を拝みつつ、御命をその生きるっていうのね、これがその、もし人はいてこの塔を礼拝するはまさに知るべし、開言あのくたら三脈三菩提なり。これあのくたら三脈三菩提っていうのは、まあ無常衝動学っていうね、あの言うけれど、これはまあ今私の言う言葉で、いや御命だ、御命に近づくんだっていうのね。この塔を見んとき、この塔を上心に礼拝供養すべし。今我々本当に事実如来全身を生きてんだ、それをね知ったら、そうしたらこの塔を上心に礼拝供養すべし。この礼拝供養って本当に御命、御命拝む御命って、これあの御命を拝む御命って、うん、私まあこの詩あれしたけどね、いい言葉だね今みんなが感心してくれねえからあのこういういい、あの響きのいい言葉はそう出てくるもんですですなわちあのくたら三百三菩提に開言ならん。このこれもさっき言ったよね、大だあのこうだあのこうだっつってね言ったけど、この大きいっていうのも高いっていうのも広いっていうのも、この比較の問題じゃないんだね。今の場合近いっていうんでもね、その比較して近づくっていうんじゃないんだ。普通はまあここにあるのにここへこう近づくっていう、そういうあの比較した近づくの話じゃないのね。遠い近いを比較して近いっていう意味じゃない。ひたりて金なるにあらず、あのくたら三脈三菩提を開言というない。これ今言う御命の姿こそが開言中、要するにね、生命っていうのは深さなんですよ。いいですか。このあるいは今言う気圧の高さですよ。あの合格不合格の話じゃないのね。こっから先は合格、こっから先は不合格じゃない。ただ本当にここまでも生命っていうのは深さ。それで我々そういう生命の深さに少しでも深めていこう、あるいは御命を拝みつつ、御命の気圧を少しでも高めていくっていうことね。こういうそれが宗教の世界ってもんです。こっから先悟り、こっから先は迷いって言って、ね、そんな合格不合格の話でない。どこまでも自分の御命を生きる、その御命をいかに深めていくか。いや私もねこれ今このあれでしょ、如来全身の巻を読もうっていう、そうするとこれ今言う脈説脈読だね。今お経をね、如来全身の巻っていうのを、読んだりそれから解いたりしようと思って、これをいかに一コマでも掘り下げて、そのたところで皆さんにあの自分でも読み、そして皆さんにも話しようか、それでまあ一生懸命になってる。それだけでまあこのとこずっと来て、それからまた最近は今正法眼蔵の現状公案の巻の原稿を作ってる。これも一生懸命やってる。脈説脈読だ。これやってるっていう中に私の命ね燃えてる。そして私の命をただ深めてる。
これ、他との兼ね合いじゃないもの、本当は。これ、私、これ、ここでもって、いかに皆さんに、その、深い話をしようかって一生懸命になってるって言ったけど、これ、皆さんに受けようと思ってやってんじゃないかの、そんな皆さんが受けようが受けまいが、そんなことじゃない。そうでない。私は、こう、話すっていう限り、これみんなこう、聞いててくださるね。皆さんの顔が私の命なの。この命が、その、いかに充実してね、みんな、皆さんが聞いてくださるかって、それだけのために一生懸命やってるんだよね。これが、命を深めるっていうことだ。それで、これ、ここで喋ってるだけじゃなく、このところずっと、この、あれを温めて、一コマでも、その、掘り下げた話しようと。これが私の今の生きる情熱ですね。そういうのがね、そういうようなのが生命っていうのは深さっていうことです。その、他との兼ね合いで、その、経済的価値が、経済価値ばっかり考えて、ね、行動してるっていうのはバカだね。俺本当に、私は本当に経済価値っていうのは、全く考えないで生きてきちゃってるけど、それでもこれ、まあ、結構なもんですよね。小畑のうちは冬はいいんだよね。こっちも冬はいい。あそこもタダで置いてます。で、ほら、夏は とても通れなくなったって言ったら、まあ、清水さんが呼んでくれる。今度は別荘付きだ。それでもってやった。信州でね、お会いして、これも、タダだ。ただどころの詐欺じゃない。清水さん、お米屋、野菜や肉屋って、まだ運んでくださるからね。そうすると、私何もいらないんで貯金して帰る。これもね、それ金のために働いたやつはだからバカに見えてしょうがねえって。これまあ当然だね。これ私まあ全く一生金のために働いたことなしで来て、ただ自分の命をだけ、で、だから私は本当に思うんだね、自分だけで生きてるじゃん。それで、人のことってのは無視、悪いけど無視してる。それでも、ちゃんとね、生きてこられるっていうね、こういう世界があるんだ。だからそんなにね、なんだかんだって金のために働かなくていい。それから、自分の欲望ばっかりのために働かない。もっと多い命っていうのね、もっと、これこそ一番大事なもんだ。この多い命を本当に拝む心で、生きていただきたいのね。で、まあ、今日はそこまでにして、いいか、明日にして。